俺らもうすぐ卒業だな。いやお前田島と俺3年間な一緒だったもんな。ほんま今までありがとうな。ほんまにお前おもろかったわ。大学行ってもな、仲良くしよう。ごめんなさい、ちょっと遅れました。いいかな。よし、はい、そしたら授業の準備して、まあ授業の準備っていうか多分授業しないんですけど、今日はあの卒業式に向けたことをいろいろお話ししていきたいなと思います。ちょっと後ろのドア閉めていい、うん、で、窓を開けてもいい、うん、窓はちょっと暑いかな。で、まあいよいよね、あさって卒業式を迎えます。まあ3年間ね、いろいろ、まあ本当にこの学年はね、修学旅行がなくなったりだとか、体育祭でね、ちょっと大きな、ハプニングが起きたりだとか、まあ本当にいろんなことがね、ありました。ただね、そんな中でもみんなは、精神的にも、肉体的にも、ね、非常に大きな成長をね、遂げたのかなというふうに思います。まあ、ただ、まだね、卒業してないので、しっかりと、卒業式、ね、体調を崩さずに万全の状態で挑むこと、そして、この後やる、卒業か留年をかけたじゃんけんにしっかり勝つこと、ね、そして、まあ、あとは卒業式の返事だね、親御さんの前で立派な成長した姿をしっかりと見せるということ、これを、しっかりと念頭に置いて、まあ、残り2日もないから、ね、卒業式まで時間あるので、しっかりと、ね、万全の状態で整えてください。で、じゃあ、先ほど言った、じゃんけん、卒業か、留年か、かけた、じゃんけんを、一人一人やっていきますので、まあ、これ多分みんなに言わなくても大丈夫と思うけど、まあ、この学校は、まあ、しっかりと卒業する際に、運を、ね、運を引き寄せた状態で卒業しないと、結局社会では活躍できない。というコンセプトがありますので、まあ、3年間の最後、まあ、卒業式の前日か前々日に、じゃんけんを先生と行って、それで、勝たないと卒業できません。なので、今まで、まあ、どれだけね、いろいろ頑張ってきたとしても、結局最後の一発勝負で勝たないと意味がないというところで、今から一人一人じゃんけんをしますので、負けた場合、もう一年間この学校にいます。ね、まあそれは皆さんにね、あ、じゃあ、安心して、勝てば卒業できるから、安心して、すぐ、ごめん、ちょっと補足足りてなかった、ごめん、勝てば卒業できるからね、っていうのは、まあみんな多分知ってると思うけど、はい、でも知らないですよ、聞いたんですよ、どういうこと？いや、1年生の時、入学説明会に行ってますよ、最後に、じゃんけんをして、勝たないと卒業はできません。はい、あたち行くぞ、あたち、はい、早く前へ、その次も早く並んどきよ、はい、最初はグー、じゃんけんぽい、うわ、負けたー、まあ、おめでとう、おめでとう、おめでとう、はい、早く、早く、はい、最初はグー、じゃんけんぽい、うわ、2連ちゃん負けた、前、はい、おめでとう、おめでとう、はい、おめでとう、はい、次行くぞ、最初はグー、じゃんけんぽい、あいこでしょ、うわ、あんま先生今年弱いわ。あ、去年全員留年させないよ。あ、まあ、オッケーオッケー、卒業ないですね、おめでとうおめでとう、はい、行こう、最初はグー、じゃんけんぽい、うわ、また負けた、あ、おめでとうおめでとう、あ、ちょっとお前早く並べ、お前ほんまにやるんすか、ほんまにやるってどういうこと、これ、はい、もっと前行こうよ、お前いくぞ、最初はグー、じゃんけんぽい、あいこでしょ、あいこでしょ、あいこでしょ、あ、行くでしょ、よっしゃー、パフォーズ、はい、今年初めての留年者が出ましたー、はい、よっしゃー、嘘っすよね、ほんとだよ、はい、はい、座れ座れ、冗談っすよね、ほんと、早く留年になるから座れ、はい、座れ座れ、はい、次、ほんますか、はい、次、田島、早く来い、田島、早く来い、おい、おい、死んじゃうよ先生、ほんまに、ガスケン、やだよ、じゃんけんで勝てばいいだろ、無理だよ、俺の3年間返せよ、お前3年だよ、お前3年間ずっとオール1だっただろ、お前オール5だよ、俺オール5だったんだよ、ふざけんなよ、じゃんけんでマサチューセッツして小型家でいけねえだろ、いいから座れ、いいから座れ、はい、田島、
勝負じゃんけんぽい。うわ負けた。はい、最初はグー、じゃんけんぽい。うわ今年不調だな。はい、最初はグー、じゃんけんぽい。うわ負けた。はい、最初はグー、じゃんけんぽい。うわ負けた。はい、今年の、留年者いや、こんな年は初めてだね。先生はじゃんけん強いで有名なんだけど、一応留年するのが前もね、泣いてるんだけど、あざすが一人ということで、他は卒業おめでとう。はい、ということで、じゃあ皆さんね、2日後しっかりと卒業式に向けて体調を整えてください。はい、じゃあお届けしよう。あざす、お前卒業式もしてもいいから。Oh, my God.